おい、こらこら、従属兄ちゃんに甘えちゃって、君たち。もう、君たちは従属兄ちゃんもいないと全くダメなんだから。やっと僕に心開いてくれたね。これからは従属兄ちゃんいっぱい遊んであげるからねって。あれ、君たち、従属兄ちゃんここで待っとるよ。あれ、おーい、君たち、どうなったの？はい、というわけで、今日は何でか知らん、ちびちゃんたちが僕といっぱい遊んでくれるんだよ。あ、どうも、ジェイソクです。はい、君たち、ピノちゃんとコイちゃん、ジェイソク兄ちゃんとこに来たら、楽しく遊んであげるよ。そうそうそう。もうピノちゃん、もう、ジェイソク兄ちゃんの、もう、顎のお肉とかもこう引っ張ってもいいから、もうどんどん来なさいよ。そう、コイちゃんも来た。もういっぱい遊んであげる準備はもう、ずいぶん前からできてたんだから。もうどんどん来たらいいんだわ。おい、楽しいね、みんな。ジェイソク兄ちゃんもすごく楽しいぜ。君たち、楽しいだろ？そうそう。兄ちゃんと遊んだれば、もうこれ間違いないから、もうずっと遊んでようぜ。こないだは、カブちゃんとばっかり遊んでて、その前はイズちゃんとばっかり遊んでて、ジェイソク兄ちゃんちょっと寂しかったんだぞ。今日みたいにこうやって楽しく遊んだらいいわ。ジェイソク兄ちゃんに任しとったらもう全部大丈夫なんだから。あれ、コイちゃんがいなくなっちゃったけど、どこ行っちゃったんだろう。もうもうすごく、僕すごく楽しい。この子たちと遊んでるとき、僕すごく楽しい。あれ？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 いなくなっちゃったよ、あの子たち。あれ？僕待ってるけど、あ、来た、あ、来たよ。あれ？君たち、従属兄ちゃん待っとるよ、ここで。ひっくり返って待っとるけど。あなたたち、ぬいぐるみに遊ぶの夢中で、もう、ジェイソク兄ちゃん、ただの、なんか、寝そべっとる人みたいになっとるけど、もういいんだね。もう、僕と遊ばなくたって、君たち本当にいいんだね。来ない。ものすごく僕、背中から哀愁が漂っちゃってる、今。ピョンって、僕のことまたいでったよ、こいちゃん。僕、待っとるだけど。来ないね。ありゃりゃ。もう、時に、子供は残酷っていうのは、こういうことだね。もう、仕方ないから、もう、パパさんに大至急膝枕して甘やかしてもらおう。今日はここまでだぜ。